はい、今回はですね、主にね、顔ですね。顔の部分を何回もね、変えていると思うね、超人をね、一部紹介していこうかと思います。まあ結構マイナーなテーマかと思うんですが、早速行きましょう。ちなみに変身超人はスニゲーターとか、ああいったタイプの超人は今回除外しています。まず一人目なんですが、アシュラマンですね。はい。まあ本来ね、彼入れる予定なかったんですよね。なんか、使い分けてるって感じなんで、ただやっぱりね、顔っていうテーマなんで、彼を入れないわけにはいかないですよね。まあアシュラマンは悪魔6騎士の一人ですね。で、まあ、笑い、冷血、怒りの三つの顔を持ちます。で、普段は笑いの顔の状態なんですが、対戦になると冷血、怒りの面に変わりながら、戦っていきます。一番戦闘力が高いのはアシュラマン怒りの状態らしいですね。なお3つの顔が全て怒り面に、ね、なる時もあります。ただね、個人的にはね、冷血が好きですね。アシュラマン冷血が一番ね、あの不気味な感じがして好きです。で、次にですね、プラネットマンですね。はい、彼も悪魔6騎士の一人です。で、プラネットマンはね、頭部が3度変わってるんですよね。当初は地球に目や口が描かれたデザインになっていたんですが、頭部の正体が地球ではなく惑星バルカンであることが判明すると、黒い球状のデザインに変身していました。さらにバルカンは美しい惑星であるということが明らかになると同時に今までの球状のものとは異なったより人間に近いデザインになっていましたね。いかにもね、悪そうな感じだったんですけれども。なお、その、パーフェクトリジン編で再登場を果たした時は、まあ、頭部のデザインはさらに洗練されたものになっていました。まあ、腕組みしながらね、サイコマンの前に現れた時は、個人的にプラネットマンをね、再評価せざる得ないほどかっこよく思えましたね。で、次にネプチューンキングですね。まあ、彼の場合はね、あの、頭だけじゃないんですけどね。頭、顔だけじゃないんですけどね。まあ、彼はね、その元パーフェクトラージナンバーズの一人で完結の称号を持っていました。しかし、まあ、パーフェクト超人から独立して、自らの派閥を作り、パーフェクト超人の首領、まあ、ヘッドのように振る舞っていたんですよね。で、そんな彼なんですが、第一段階としてヘルミッショネルズ2号の方ですかね。1号がネプチューマンだったかな。まあ、あの、ヘルミッショネルズ2号として黒装束の姿で登場していました。まあ、後に登場するパーフェクトラージナンバーズたちも同じような装束を着込んでいたことから、まあ、ラージナンバーズ中心に使用されていた装束かもしれないですね。まあ、彼らが愛用していたのか、ユニフォームのように決められていたかどうかはわからないんですけども、で、第2段階として、いわゆる マイルドマンのね、デザインで描かれていたんですが、このデザインはどうやら不評だったようで、すぐに次のデザインに変えられていました。で、次に第3段階なんですが、ここでビッグザ・ブドウとして剣道の防具を着込んだ姿になっていたんですよね。そのため顔は剣道のお面だったんですよ。自分はね、これ個人的に好きなんですよね。要はその、剣道の防具を着込んでプロレスをする姿っていうのは、古豪のような感じがして、不気味さすら伝わってきたんじゃないかなって、そんな感じはしました。ちなみに実際のプロレスだと、なんか画像検索をね、してみたんだけど、まあその、登場するときにね、あの、剣道のね、防具を着込んで登場するっていう、そういう演出はあるみたいなんですが、実際に戦ったかどうかちょっとわかんないんですけどね。で、次、第4段階なんですが、ネプチューンキングとしてね、そのマスクを、身につけた姿で描かれていましたね。まあ、タイプとしてはネプチューマンと同じタイプなんですが、まあ、ちょっと豪華な感じがするマスクだったと思います。そしてまあ第5段階なんですが、最後にマッスルドッキングでとどめを刺された際、マスクが割れてミイラのような老人の姿を面前にさらしていました。まあ最初見た時ですね、筋肉マンと同じようなリアクションを取ってしまいましたね。ちょっとびっくりしました。自分、あの、子供の頃ってこともあったんだけどね、ぐろっとね、思っちゃったんですよね。はい。
で、次にですね、バイクマンですね。はい。彼はゼブラチームの中堅を務めていました。まあ、バイクマンもね、さりげに頭部のデザインが変わってるんですよね。最初はフルフェイスヘルメットを被っていたんですが、まあ、ラーメンマン戦で宙吊りの攻守形を仕掛けられた時、そのヘルメットを脱ぎ捨てて、より軽量化した感じのね、ゴーグル付きのヘルメット姿になっていましたね。まあ、バイクマンは主にこの姿で描かれていたんじゃないかなと思います。また、そのラーメンマンに敗北後なんですが、ゴーグル付きのヘルメットが脱げた際には頭蓋骨そのものの素顔を晒していました。しかしですね、次の回には若干というかね、デザインがね修正されていて、人の骨と思わせるようなデザインからはっきりとねロボ超人と分かるようなメカっぽいデザインになっていたんですよね。で、次にですね、まあ、ピークアブーですね。彼はパーフェクトラージナンバーズの一人で環境の称号を持っています。まあ、急成長超人っていうこともあって、技量だけではなく体つきや顔のデザインも戦いの中で急激に変わっていました。初期段階では両手のひらで素顔が顔隠されたねデザインになっていたんですが、まあ、成長するにつれ手のひらが開き、出っ歯の小僧のようなね顔を披露していましたね。いかにも憎らしい感じだったんですが、ゆでたまご先生ってああいったタイプの顔のキャラなんか多いイメージはありますね。そして、まあ、さらに成長を遂げると、キリッとしたね、眉毛の好青年のような顔に変貌していたんですよね。まあ、確かにね、顔は凛々しくなったんだけども、コスチュームはね、その赤ん坊を思わせるデザインのままであったため、強い違和感を感じたのは自分だけですかね。要はその、ピークアブーって超人総選挙ではそんなに上の方も101近かったんだけど、ひょっとしたらそのコスチュームがネックになったのかなってのはちょっと自分の中では思ってるんですよね。で、まあ、最後にですね、最近登場する超人はね、今回紹介した超人のように、まあ、頻繁にね、その、顔とかのね、姿を変えるような超人は少ない印象はあるんですが、ひょっとしたら見落としてる可能性もあるんだけど、まあ、新シリーズではこのようなね、タイプの超人のね、登場はあるんでしょうかね。超人の中に一人ぐらい出てきてもいいのかなとは思ってるんですけどね。はい。ということで、今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。